オランダの科学者、ニコラス・ハルト・ゼーカーが唱えた生死の姿。中に、ホムンクルスが入っている。生中論における、全性説的主張の典型である。ヤンス・スワマーデム、ミラキュラム・ナツラエ・サイブ・ウーテリ・ミューリアブリ・ファブリカ、1729全性説とは、生物、特に動物の発生に関する古い仮説であり、卵などの内部に生まれてくるこの構造が、 すでに存在しているという考え方のことである。古くは支配的であったが、18世紀にほぼ否定された。しかしより広い見方からは、現在においても一定の重要性が認められる。生物の発生において、生殖細胞の中にあらかじめ構造があり、これに基づいて発生が行われるという考えを全生説という。その最も素朴なものは、 卵の中に子供の形のひな型が入っており、次第にそれが展開するのが発生の過程だというものである。このような考え方はごく古くから存在し、18世紀頃までは専門家にも広く指示された。顕微鏡が生物研究に利用されるようになると、これもこの説に利用された。精子が発見されると、卵と精子のどちらに、 ひな型が入っているかの判断が分かれた。発生の詳細が明らかになるにつれて、次第に形態が作られていくという構成説にとって変わられた。ただし、生殖細胞の何らかの構造が発生の過程を決めるというような広い意味の前性説は、現代も一定の役割を担っている。過去の人間が卵を見て、そこからいずれ生まれる子を見た場合、 その起源を不思議に思ったことは大方想像がつく。これは発生学の基本でもある。その仕組みについて想像した場合に、最もわかりやすいのは、見えないくらい、小さい子供が、卵の中に入っているというものであろう。前生説はこれを元にしている。その発祥は古代ギリシャに遡ると言われる。発生に関する。 実証的な研究は古代ギリシャ時代から存在し、17世紀以降は顕微鏡も使われるようになった。例えば鶏の卵の発生に関しては、ヒポクラテスは内部を産卵後1日ごとに調べたと言われる。ジローラモ・ファブリーチは、その発生から胎児の発達を記載して、発生学の祖とも言われる。マルチェロ・マルピーギは、さらにこれを顕微鏡を用い、 それまで不可能であったごく初期の肺発生を観察した。しかし、このマルピーギも全成説の信奉者だった。また、植物の種子が動物の卵に当たるとの判断もこの説を支持する理由となっていた。種子では明らかに植物の小さな形が入っているからである。全成説が長く支持された。 原因の一つに、キリスト教における伝説と一致する点も挙げられる。例えばイブの体内に、最初に作られたイレコになった小人の数を論じるといったこともあったらしい。全生説を無造作に当てはめると、生物の体には卵が入っているし、その中には子供の体が入っていて、その中にも卵があるから、子孫代々のすべてのひな型がイレコ構造になっている理屈である。 微生物が発見された頃には、ひ孫の代くらいまでの入れ子構造を確認した、と報告した者も,もいたという。あらかじめ子供の形が用意されているとすれば、それはまず卵であると考えられるが、生死が発見されると、こちらにその起源を求める考えも出された。卵に、子供の元があるという考えを乱子論という。これに立った代表的な学者として、マルピーギ。 ヤンスワンメルダム、ルネレオミュール、シャルル・ボネ、ラザロス・パランツァーニがいる。生死に関する知見が不十分な時代には、こちらが支持されたのは当然であろう。マルピーギは、顕微鏡で、ごく初期の肺を観察し、そこに小さな、鶏肺の形を発見したと伝えている。彼が何を見て、そう判断したかは全く不明である。なお、この時期には、 昆虫のサナギが卵と同一視されており、それによる混乱もある。スワンメルダムは昆虫のサナギを調べて、その内部に生体の器官があることを確かめたが、彼はこれを根拠に乱視論を主張している。生死は1667年に発見され、当初からこれが卵に変わるこの元であるとの発想があったようである。ただしこれには反論もあり。 精液は、卵の発生を進める刺激としての役割があるのみ、といった見方も強かったが、スパランツァーニは、カエルの精液をろ化することで、受精能力を失うことを証明した。なお、彼自身は、卵子論の支持者であり、この実験も、彼の説を裏付けるために行われたようである。精子に、この元を求める、生虫論の支持者としては、アントニ・ファン・レイ・ウェンフック。 ゴットフリー・トライプニッツなどが挙げられる。レーウェン・フックは、卵より、生死の方が、動物的だ、との判断からこの説に立ったようである。しかし、生中論者は、実際の生死が小さすぎて観察が難しいためか、あらぬ方向に瞑想を始める。彼の説を図示した、ニコラス・ハルト・ゼーカーの生死の図が有名であるが、そこには、頭部の中で膝を抱えた姿勢のホムンクルスが、 描かれているつまり卵は、これのための栄養源に過ぎないとの判断である。さらに、ダレンパティウスは、精子の被膜を脱いで、小人が出るのを見たとの報告をしている。ただし、当時は、受精が確認されておらず、その意味も理解されていなかったから、精子が、子供の形成に、重要な役割を果たすものではないとの判断も、並存する状態だった。口述のように、 成中論が否定された時には、生死を、正規の寄生虫とみなす判断も出たという。発生の詳細が明らかになれば、この説は、支持できないことが当たり前だが、実際にはそれ以前から次第に疑問が持たれるようになっていた。成中論の対等は、乱死論の進展がないためでもあったようだ。それに対して、生中論は、単ため生殖を説明できなかった。 アブラムシのタンたタめ生殖はレーウェンフックが観察したことでもあるが、ボネはメスだけで飼育して、これを実験的に確認した。これによって、生中論は致命的な打撃を受けた。しかし、それでこの論者がいなくなったわけではなく、18世紀後半まで散発し、例えば、チャールズ・ダーウィンの祖父エラゼマス・ダーウィンもその一人である。また、 哺乳類については1827年に卵が発見されるまで成中論が否定しがたかった。また、全生節全般にわたっての難点として遺伝現象の問題がある。つまり卵か生死のどちらかに元の形が含まれているのであれば、この形はそのどちらかによって決定されてしまうことになる。実際の遺伝現象では、両親の影響が見て取れる例も多いから、これは、 大きな矛盾である。さらに、これに関連して、奇形の原因に関する論議があった。18世紀に、これが問題となり、エティエン・ムジョフロワ・サンティレール等は、その原因が、後天的なものとの見方から、発生段階で様々な刺激を与えて、奇形の発生を見る実験を行っている。これは、ある意味で、実験発生学に先行する面がある。カスパール、 フリードリヒボルフは1759年に発生論を表し、その中で鶏卵の中に機関の元気が小さい球体として生じる詳細を説明して、最初から器官の形が存在するわけではないことを明確に述べた。これが構成説の成立とみなされる。これで全性説は否定されて良かったのであるが、もともとこの説に、 宗教的な支持があったためもあり、ドイツ国内の権威者もこれに反発したという。しかし、高性説が次第に強固になるのに対して、全性説を支持する事実は出てこず、19世紀初頭には、ほぼ消滅した。また、その後の細胞説の成立も影響が大きかった。これにより、発生の過程のより正確な観察や理解が可能となったこともあるが、 多細胞生物が細胞の組み合わせでその形ができている以上、全生説に見られるようなやたらと小さい構造を想定するのは難しくなる。また、卵や精子が単一の細胞であることが確認されたことで、さなぎや種子が卵に当たるとの誤解もなくなり、全生説の裏付けにはならないことが明らかになったことも大きい。 蒸気のように素朴な全生説は成り立つ余地がない。しかし、生殖細胞に子供の構造そのものがないとはいえ、何らかの構造のようなものがあり、それが発生に影響を与えるとすれば、ある意味で全生説的であると言えよう。その場合、直接にこの体の元になる卵細胞のそれが問題になる。19世紀には物理科学分野の進歩から、 生物学にも機械論的風潮が強まった。それが発生学に反映した形が新たな全生説論争のもとになっている。アウグスト・バイスマンはデテルミナントという粒子によって遺伝と発生を論じた。これはこの粒子が発生の段階で分割されていくことで最終的に各部分の分化が決定するというもので一種の全生説である。これを 実証的に検証するため、ビルヘルムルーは、カエルのに細胞器に、一方の細胞を熱した針で焼き殺すことを行い、そのまま育てたところ片側半身だけの針を得た。この結果は、バイスマンの説を支持するものと考えられた。そのため、これを、バイスマンルーの前世説ということがあった。この説そのものは現在では認められるものではないが、 実験発生学はこれを実証しようとして大きな発展を見た。そこで見出されたモザイク欄は、ごく初期の肺を分割すると、分割に応じた不完全な肺しか成長しないというもので、明らかに全性説的な現象を示している。また、動物局と植物局の間に見られる、初理極性も発生に重要な役割を演じている。誘導現象にせよ。 その有因因子やその元になる要素が、卵細胞の中に不均等に分布することなどに、由来が求められつつある。古くはごく花ども卵の細胞質に、部分的に特殊な役割があることを示すものとして、知られてきた。明らかに、全生説な構造は、多くの例があり、発生の全般にわたってその様子が見える。極端には、 発生を遺伝子に含まれる情報が展開する過程と、みなし、これを全生説的と見る向きもある。以下、主として、岡田、木原、P6 から7岡田、木原、P6 から7岡田、木原、P6 から7岡田、木原、P41 か,から42岡田、木原、P39。ありがとうございます。